学校と家のちょうど真ん中。ねえねえ、なんで今カンニングしたの？それズルだよ。それズルっていうの、世の中で。今見たよね。今スクショしてほしい。今見たから。本当5秒前くらいに今田さんカンニングしてたから。最低。人とかけてるかなと思って。確認してくれたんですね。見てみただけだよ。もうズルだ。マイナスですよ、ポイント。もうズルや。私は何もかけてません。ルッちゃんは岩田です。何それ。ほらもうカンニングしてるからちょっと似てるやつ見えてる。似てるじゃん。カンニングしてるからちょっと似てるよ。映してください。盗作してません。ほら似てるじゃん。ちょっと似てるよ。何だよ。半分似てる。本当やめて。私から嫌で撮ったでしょ。それでも私はやってない。本当に。私あの学校にいるさ、あのウサギとかさ、ニワトリとか、ニワトリを家で飼ってる。様子です。はい、次になった。人のカンニングしたほうがいいじゃない。ちょっと私のとほら。してないってば。並べてみてほしい。ちょっと。え、してないでしょ、ほら。はるちゃん、その嘘を背負って。どう？どう？どう？一個か二個か。横に四角書いてる。見たのはごめんだけどさ。見てないって。見てないからね、私。私見てないからね。本当に見てない。見てないから。当たり前だから見ないの。マジで。確かに。すいません。はい。ちょうど掃除機かわいいね。やかんっぽい。ひなたの怖いやつ。やばいそれ。私とむぎちゃんそんなに変わんないよ。怖すぎる。妖怪じゃん。私とむぎちゃんそんな変わんないから。私の方はちゃんと愛嬌があるけど、あなたの愛嬌感じる。いやいや、愛嬌しかないでしょ。やばいでしょ。そうか、これであるかな。ひなたのこれ耳の部分、耳の部分が怖すぎる。歌ってとかじゃないよ。あのもう耳キメラだから、別になんか実用性とかじゃない。私とカノンとツムツムが1ポイント獲得しました。はい、じゃあ3人で山分けしな。景品は何ですか？なんかだよ。なんかお菓子。ほらみんな食べな。ほら配りおばさんしてくれ。ありがとう。一人二本ぐらい。ありがとう、ありがとう。あ、これ誰かがめっちゃ好きなやつじゃん。誰が好きなの？ちょっと忘れちゃったけど。誰？これなんかあのあれだ。こうやったやつ。クッキーをこうやって折りたたんだやつ。あ、そうそうよ。なんてお菓子だってこれ。これ何これ？ハッピーロッテ。バニラ。美味しそう。みんなで美味しくいただきます。折衷庵でした。みんなも盛り上がったね。美味しい。食べたいの。遊んでみてね。美味しい。美味しい。もう食べてんの？いただきますって言ったから。食べながらやりたいと思います。皆さんがあの場所は友と旅する船の中、ライブはその記録なのです。そんなイメージをヒロノックスさんが透明感あふれる素敵なイラストに仕上げてくださいましたといただきました。おーい、この先に皆さんがいるよっていう思いが。あんたが聞いてないからさ。ほっこりしてるから。ちょっとつむちゃんがそうだよ。だから水島監督がさ、あの目線の先には皆さんがあの場所は友と旅する船の中って言ったのよ。そうそう、その時にあんたがこのお菓子を取り出したから聞いてなかったの。違うのよ。カノンからお菓子1個もらってんの。なんでもらっていい。だってみんなにあげたら自分の1個しかなかった。ごめんなさい。もういいんだよお菓子は。ごめんなさい皆様、ありがとうございました。静粛に。